で鶏胸肉の南蛮漬けを作りました。いただきます。さっぱりとしていてコクがあります。パプリカ、ピーマンを使うことで色鮮やかで食欲も湧いてきます。甘くて柔らかい新玉ねぎがたっぷりと食べられます。鶏胸肉と一緒に食べるとヘルシーながら食べ応えはしっかりあります。今回黒酢を使いました。黒酢はとても体にいいし効能もたくさんあります。ダイエット効果、疲労回復、血液サラサラ、老化防止、便秘改善などです。新玉ねぎの美味しい今、ぜひ皆さんも黒酢でお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。